ちゃこんにちは、ゆたかさん、はい、ここに来て中日巨人が外国人野手そして外国人ピッチャーを獲得決定したのもあれば調査中というのがボボンと出てきました、はい、大型です、はい、もう、まあ、でかいからね、体も大きいんですけど、まずはもう中日ファンがめちゃめちゃ喜んでるのが、はい、アキーノ外野手、アリス・ティデス・アキーノ外野手、アキーノです、はい、メジャーリーグのレッツで今季10本塁打、通算41本塁打とホームランバッター、高総手で喋ろうか、高総手、はい、まずは高パワーある、やっぱパワーあるんですね。で右に打てる技術はないけど、はい、半速球が強い、半速球が強くて、はい、飛ばす力があるよ、うん、外のボールでもストライクゾーンであれば引っ張って入れる、うん、あのレフトスタンドにね、はい、だからそのぐらいのやっぱパワーとリストワークがいいよね、うん、ただね三振率が高いんだよ。それも出てるんですよね、三振がね、はい、ちょっと映像とかもいろいろ見たんだけど、はい、これは日本のピッチャーだったら確実に投げるボール、はい、外に流れるスライダー、ボール気味にストライクからボール、うん、これに手を出すんだよ。あ、だからここら辺を勉強したらやっぱ安定的にいいよね。だから低めも高めも強い、低めも持っていけるだけのパワーあるし、はい、相当な期待感はあると思うけど、はい、これが日本のピッチャーってさ、コントロールいいからなそうなんですよね。だからここら辺がしらける三振がなくなれば、うん、そこを止まれるようになれば、はい、ストライクでも勝負しなきゃいけないようなところまで持ってこれるようなバッターであれば、はい、成功するな、うん。例えばその慣れるまで、例えば4月とか5月は三振も多くていいから慣れるっていう、立浪監督はそういうスタンスでやっぱ行くんですか、ね、いやまあ行くと思うよ、うん、最初からね、うん、いい結果はねなかなか求めらんないよ、はい、ただあのビシエドがいるじゃない、はい、ビシエドが日本の配球はこうこうこうなんだよって、うん、だからここ打ってるようじゃ打てないよとか、ちゃんとしっかり教えてやることだよね、うん、だからそれができて我慢ができるようだったら必ずいい成績を残せる、はい、おー、だからその打つとかあとブランコとかそれぐらいの打ってくれる選手中日でってなってくれますか、ね、まあ、日本で成長した部分もあるからね、ブランコとか、あー、まあそうですね、だから可能性はなくはないよ、うん、可能性はなくない。だからスライダーだとか変化球に対応してて向こうでもホームラン打ってるし、うん、だから速いボール若干こうインサイドがどうなのかなっていうことはあるけども、はい、まあ、向こうのレベルの速さからすると日本の場合はまだ少し遅い感じがするだろうから、はい、そのボール球をこう振らない外の変化球、うん、流れる変化球、うん、そういったものを我慢できれば面白いよ、はい、そうですよね。で中日4外国人野手いるので、うん、このあたりも競争ってことになってきますよね。まあそうだね、まあでも使うよ、うん、この選手は、まあ、そうでしょうね、立浪で、高総手、はい、そうこれね、足速いんだよ。え、そうなんですか。盗塁できるんだよ。あ、そうなんですね。ただ、向こうのレベルのクイックの中で盗塁をしてる。あ、で、日本のあの精度のいいクイックからだと、うん、どうかなっていう疑問は残るんだけど、はい、足は使える。おー、だから盗塁しなくても、はい、例えば一本のヒット、はい、まあ、ライト前ヒットが飛びました、はい、一塁ランナーでサードまで行ける、はい、この足は十分兼ね備えてる。おー、あ、じゃあそこも期待ですね。あ、その足も期待、はい、だからちょっと隙を見せると、うん、走っていいよっていうことになると、はい、走れる足は持ってる。お、魅力ですね。いや、魅力魅力で、手ですよね。手、はい、多分みんな驚くと思うよ。え、肩めちゃくちゃ強いから。あ、そうなんですか。ああ、レーザービームコントロールがまたいいんだよ。おお、じゃああの広いねバンテリンで、いや、持ってくれますね。足があるしね、肩強いし、うん、強いし刺してくれますよ。ただただ向こうの守備率が9割6分6厘と少し低いんだよね、うん、だからね、ファンブルとかちょっとポロッとしたりだとか、はい、そういうのが多いんだよ。だから一つの塁を与えるっていうことはあるかもわからないけども、はい、バンテリンで人工芝で、はい、まあ、イレギュラーしないっていうことを考えると若干軽減されるかなっていうことも考えるとね、うん、あの肩と足は使える。魅力ですね。いや、魅力魅力。おー、だからやることは決まってんだよ。日本の配球を教えて、ここ来たら我慢しろ我慢しろって言われて
言って、はい、その我慢がしてたら打てなくなるバッターもいるからね、うん、でも振ってもいいから甘いボールだけ確実に入れろみたいな、はい、まあ、そういう感じで育てるのか、うん、まあ、バッティングではそういうことだよね、ボール球、うん、そういうことは見極められるようになったらいいけどね。そうですね、うん、で足は塁に出た時には申し分ないよ、うん、やっぱスピードもあるし、はい、で隙があったら盗塁もできるしね、はい、で守備の方はやっぱちょっとしたイージーミス、うん、そういうのをなくしていくという、はい、肩はもう抜群、足は速いからやっぱ守備範囲もそこそこある、うん、でも追いついても落としちゃうタイプ、落としちゃうタイプ、しっかり握った方がいいですね。だからそこら辺をちゃんと練習させたら、はい、あ、いい選手になると思う。でどうやらライトなんじゃないかって、そりゃあの方だったらライトだろうね。そうなってくると大島選手がレフトに回り、岡林選手がまあセンターになるんじゃないか。俺はもう2人レーザービームだから。そうですね、楽しみですね。あの広い大島見てらんなくなるよ、もう逆に肩ね。ただ外国人外野手も取ってるので、はい、まあ、アルモンドもいるじゃん。そうなんですよ、そうそうそう、なのでどう併用していったり、まあまあ、競争になっていくのかっていうのも楽しみですけれどもね、はいはい。さあ続いて巨人、はい、調査に乗り出している1人目なんですけれども、はい、ヨハンナ・メンデス投手、はい、左ね、はい、メキシカンリーグモンテレーに所属ということで、なんと193センチということで、はい、大谷選手からも空振り三振取ってる。だから言うんだよみんな言うんですよね、みんな言うんだよ、みんな言うんですよ。 それが説得力があるからね。そう、まあ、だけど、はい、俺はいいピッチャーだと思う。おー、ちょっとねストライクゾーンに集まりすぎる傾向がある。ちょっと危ないボールがね、はい、ただ球の速さがあるからごまかせるんだけど、うん、ゆったりしてるんだよフォームが、はい、ゆったりしてスッと投げたところから150キロ超えが来るから、はい、より速く感じると思う、うん、だからそういう面ではこのピッチャーを俺は使えると思う。武器が直球とチェンジアップ。チェンジアップね、はい、チェンジアップも精度がいいよ。お、 ある程度、はい、このピッチャーは俺は取った方がいいと思う。巨人、うん、おー、やっぱ獲得調査に乗り出してるっていうことなので、うん、だからこのピッチャーはあのゆったりしたフォームから、はい、スピードってさ力感から放たれるボールが、うん、力感とボールのスピードが合った時っていうのはタイミングが取りやすいんだよ、はい、でもゆったりしたフォームからそれ以上のボールが想像できないわけよね、うん、バッターってこんなゆったりしてんのみたいな、うん、そっからピュッと来るからさ、うん、これは意外と俺は使えると思う。おお、貴重な左のになると思うですよね、うん、であともう一投手なんですけれども、はい、前パイレーツのタイラー・ビーディ投手右です。早いよ、平均154、はい、千賀投手級というふうに言われてます。そうだ、ね、はい、まあ、千賀ほどのフォークはないけどね、はい、まあ、シンカー気味のボールがツーシームであるけども、うん、ちょっとザッとしてんだよね。ザッとしてるザッとしてるフォアボールも多いわけよ。最速が158キロ、はい、いやそれは確かにねボールに力あるし速いよ、うん、ただねトラックマンで測ると、はい、回転数が少ないらしいんだよ、うん、2100ぐらいしかないらしい、はい、通常だったら2400とかあるらしいんだけど、うん、ファールにならないんだって。だから速いけどキレがない感じがする。速いけど意外と三振脱出率っていうのは低いんだよ。あ、そうなんですか。だから前に飛んじゃう、確実にヒットになるっていうわけではないけども、はい、前に飛ばされるっていうのはその確率は高くなるって。だからこれだけ速いと三振取ってほしいじゃない、はい、だけど三振が取れないんだよなかなか。あ、そういう特徴のあるピッチャーなんだ、はい、でコントロールはざっとしてる、うん、ただ球持ちはいいらしいんだよ。球持ちがいい、うんうん、ということはバッターの手前まで持ってくるから速くは感じるんだろうけども、うん、キレがないから当てられちゃうというさ、まあ、そういうところがあるんだよね。ちょっとなんか危なっかしい面もあるってことですか。そうだね、だからフォアボールも多いし、で久保コーチっていうのが阪神にいたメッセンジャー、はい、あの身長の高いね、はい、あれを育てたように、うん、久保コーチを呼んでるんじゃないかっていう話もあるぐらい、久保コーチっていうのはそういう長身の選手を教えるっていうのが、はい、まあ、得意らしいんだよね、はい、だからまあそこら辺でまとまってくるといいんじゃないかっていう話はするけども、うん、あ、じゃあこう第二のメッセみたいな感じで育てたらすごいですよね。まあすごくなるよね、うんうん、ただこれドラフト1位だからね。そうなんですよね、ドラフト2度1巡目に指名されてるって。でね、今紹介した2人ともトミー・ジョンやってるんだよ。切りまくりなんだよもう切りまくり怪我も癒えて、はい、まあ、来シーズンから本格化するんじゃないかっていう2人なんだよ。その2人を
構巨人は取れる可能性があるってことですね、うん、そう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 。だから俺は映像を見た感じでは左に魅力を感じたね。あの193センチの方ですね。そう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 、はい、うん、この右ピッチャーよりもね、はい、まあ、だけどやっぱ教えていくと全然変わってくると思うし、うん、はい、やっぱ向こう滑るからさ松屋になるんだよね、はい、ちょっとつけたりだとかして滑りを抑えて投げてるんだけど、それが禁止されたんだよ、はい、だからそのことで回転数が落ちたんじゃないかっていうことは言われてるんだよ。でも日本のボールっていうのはかかりがいいから、はい、うん、だからもうそれは戻るんじゃないかっていう話も一説もある。だからまあ悪くはないよね。そうですね、ボールに力あるし、うん、楽しみだよ。そうですね、巨人あの本当に今年ものすごい改革というか、外国人選手ね、退団発表した選手、うん、ほぼですもんね。そうそうそう、ウォーカーぐらいしか残ってないので、まあ、ボールに力があるからね、うん、だから遅い選手にボールはもうちょっと早く投げるって無理だからそうですね、だからそのやっぱ遠くへ飛ばせっていうのもやっぱり素質だからさ、はい、だから速いボールを投げれるっていう素質を持ってるだけでも魅力を感じるピッチャーだよね。そうですね、はい、まあ、ね、今日紹介した外国人選手たちが来シーズンどんな活躍を楽しみだな、はい、してくれるのか楽しみです。はい。